パーマン。のび太くんの他にいるはずがない。ほら、翔ちゃん、また王ちゃんをおだてて宿題なんかやらせて。いや、それはね、言い訳は無用。そんなことをしてるから悪い頭がますます悪くなるんだよ。パキラッタ、パキラッタ。え、ほんと、えらいえらい、さすが王ちゃんだね。ねえねえねえ、どうしたの？翔ちゃんのためを思って全部間違えた答えを書いといたって。なんだって？これ全部間違ってんの？なんてこと。ああ、おい、またなんかやったんだろう。しょうがないな。ところで僕がいない間に宿題はちゃんと進めといただろうね。いや、それがそのまだ。全然やってない。人が汗を流して働いてる間、一体何をしてたんだ。何もしてないとつまらないじゃないか。いや、ちゃんとおやつは全部食べておいたよ。な、なに？でも探してみると結構ぐうたら人間っているもんだな。そうだ、いいこと思いついたぞ。うん、これは名案だ。ほんと？この辺へ飛んできたと思ったんだけど。いた！おーい！どこなんだ、格好の子！変な格好とはなんだ！自分だってかっこいい方じゃないじゃないか！ごもっとも。ま、それはともかく実は話があるんだ。ん？あのね、三人でこれこれが。そりゃ面白い！でしょ？やろう、ぜひやろう！一人のヘンテコなお化けってのはどこだ？確かこっちの方に住んでるはずなんだよ。退屈だな。何か面白いことないのかな？おーい！ん？おーい！なんだ？いや、実に面白い試みだね。うん、試みだ。たまには僕たちだけで楽しむのもいい試みだ。あ、最高だね。ほんとほんと。ドラえもん！ん？さあ、知らないわ。ずっと前からいないみたいよ。どうしたんだろう。今度こそ本気で怒らせちゃったのかな。ドラえもんに内緒で何本かしまっといたタケコプターで探してみようっと。ドラえもーん！ドラえもーん！ドラえもんどこ行っちゃったんだ？では、ドラえもんの歌を歌います。待ってました！頭でかでか、さえてピカピカ、それがどういうと、ドラえもん。の世界の猫型ロボット。なんだ？あれ、あれは？あまりの歌の人さに山まで噴火したんだ。
中で生きてるのは僕たちだけだよ。そうちゃん、水を。のび太くん、こんなことならのび太くんと喧嘩なんかするんじゃなかった。僕たちだけ遊びに来て。だからこんなことになったんだ。それで君たち反省したか。もちろん反省した。僕だって。え？今誰か喋った？のび太くん、今の大洪水は？あんなの簡単に起こせるさ。ドラえもんの残してったこれを使ってね。災難訓練機。ああ、ひどいよ、人をたんだ脅かしといて。でも本当の大洪水じゃなくてよかったじゃないか。そうだよ、よかったよ。いや、まったくそりゃそうだけど。よし、じゃあみんなでパーッと騒ごうよ。おーい、みんな出てきていいよ。わー、バキラッとバキラッとバキラッと。時のドラえもんの顔ったらなかったよ。ほんと情けない顔しちゃって。あ、そういうキューちゃんだってさ。のび飲んじゃって。ねえドラえもん、え、やっぱりキャンプは大勢の方が面白いだろ。うん、まあね。だったらこれからは僕と一緒に宿題をやること。え、またそんなこと。